さあ続いてはオフサイドのシーンですさあこちら J1 の第22節 FC 東京対柏のゲームですけども伊東純也選手のドリブルからクロス瀬川選手オーバーヘッド決まりましたというところですがゴールは認められましたが瀬川選手の位置がボールを蹴った瞬間もしかしたらオフサイドかな どうですか上川さんこのケースだとボールを蹴った瞬間、はいはい、あるいはこう蹴った足になるのか、うん、ボールが一番前にありますよね、はい、この部分では、はい、でそのラインと、まあ、最後ゴールを決めた選手の瀬川選手がこうどういう関係になったかと。うん、なので一回これ蹴る瞬間は僕もうあの芝生のリ目とか見てても、うん、ほぼ同じ位置。 ただパスをした瞬後に、うん、瀬川選手一回前に行くんですよね、はい、前に行くんですごい抑えの出てるように見えるんですこの瞬間ですね、まあ、この瞬間なんですよね、はい、厳密にまあその試合中止まらないですよ、はい、でも止まったとしたらこの瞬間の瀬川選手の位置がどこにいるか、はい、ということですね、はい、そこですこれ、はい ここがボールが一番前にあるっていう前提が分かれば理解は早いんでしょう、うんはい、でも大体見る人はこのボールじゃなくてほら2番目のディフェンダーあそこを見ちゃうんですよ、はい、ほら出てるじゃんオフサイドポジションだよねっていうんだけどそうじゃなくてこのボールの方が前だから、うんうん、要はオフサイドラインと言われるラインはボールです、ね、ボールがそされるっていうことを理解すればこの議論に入っていけるんですけどす、ね、これだからその FC 東京の選手はもう関係ない状況ですねあーあボールが一番そそそうううでですすねねいこととまず前提として それで瀬川選手がボールより出ていくかどうかっていうそのあれですね。でボールの位置を見るときに芝目を見るともしかしたら分かりやすいのかなというところで言うと伊東純也選手がボールを蹴った瞬間はあの濃い芝目のどっちかというと画面から見て左側ですよね。オオフフササイイドドこれ足足半分で選手の左は 芝目の真ん中からちょっと右ねだけどこれを生で見ると「我々止めてるからこうだよね」って言うけどこれは多分あの FC 東京の大だがはっきり言いますけどこのシュートが素晴らしいからゴールで OK っていう感じぐらいの差しかないんですよ。 これをその瞬間に見極められるかっていういやそれは本当に VR 入れないと無理ですね VR 入れてもこれ多分分めるね VR 入れても揉めると思うこれってなるともうやっぱりレフリーのそうだねシールド上での判断を尊重できるぐらい際どいそうなった時にこのシュートは綺麗だからあのノーオフサイドゴールは認められるとでいうぐらいしか分かんないこれ だからアシュタントレフェリーはあの伊藤純也がこう跨いでキュッと出た瞬間にそれまではあの最初ラインについてて出た瞬間にはこのボールがこ最初ラインについてるけど出た瞬間はこっちのボールのところに行かなきゃいけないんですよねそうですねアシュタントレフェリーっていやそれはやっぱ難しいね、はい、でまあ考え方としてオフサイドですっごい難しいんですよね両方動いてる中で見ないといけないとでイフダウトノーフラッグみたいな感じ がるんですもしダウト疑わしいものは旗を上げないで、うんうん、そのまま行いきましょうと。ぐらいのもう本当にとにはっきりと分かるのであれば上げたほうがいいけども、はいはい、いやこれはもうその肉眼の世界では同一ラインっていうんじゃないですか,でか、ね、あまあそれでいいんじゃないだからボールのラインなんだっていうことを皆さんに分かってもらってこの時はもうディエンダーではなくて、うん、これはゴールでいいゴールでいいですよね、うん、綺麗だったし。 ささああ続いてははここちちららのシーンです J1 第22節セレッソ大阪対清水エスパルスのゲーム丸橋選手のコーナーキック木本選手が触って最後は、えー、高木選手が押し込んでゴールとでこれゴールも,もちろん認められていますがセレッソの選手が一回頭でプレーをしますよね木本選手がフリックして,クしてここでフリックした瞬間に、はい、そこがプレーの起点だというふうに考えますと。はい でゴールキーパーは前に出てるんですね、はい、ディフェンスより。はい、で、得点を決めた高木選手は、うん、の後ろにはディフェンスが1人しかいないと。はい、ということを考えるとオフサイドポジションに位置してて、で最終的に高木選手がボールにプレーしているので、はい、これは本来であればオフサイドの反則で得点は認めるべきではなかったと。 原さんこれがまたオフサイドのルールのちょっとこうまだ勉強になるシーンですけども、うんすね、これはなかなかねコーナーキックの時ってあんまりオフサイドっていう概念がちょっと少ないじゃないですかだからあんまり相手側もこれあの意義を言ってないんですよね、はい、だけどこれ高木がそこにの意外とキーパーもあのディフェンダーもブロックしてるような形にもなっちゃってるし、うんはい、だからこれ残る、うん、って言っても本当はおかしくなかったんですよねオフ,えあのあのオフサイドで、うんえー、ノゴーーゴルに しななけければい,けなか,っいけなかったよだあのエスパルスの選手も抗議というか、はい、クレームをつけていないところを見ると、はい、やっぱちょっとみんな分かりみんながみんな分かってなかったっていうことなんですかね、うん、これ高木も言ってるように自分触ったって言ってるけど、まあ、どのぐらい触ったんだか触ってないんだかいきなりンダーとかもよく分かんない感じじゃないですか。 ディフェンス側のチームもこうクレームつけにくい。うん、それでしかもあのキモが触ったんだからうちのディフェンスが触ったんだからわ<ー>かんないんですよ,そんですよこれも。そね、でそこどっちかっていうのもわかんなくてゴチャゴチャって入っちゃうと、はい、あっていう感じになるんでオフサイド普段なったらアピールするんだけど、うん、これ全くしてないですんね。はい、全くしてないですね。あのまあレフリーガもコーナーキックからはオフサイドが実際にダイレクトといったらオフサイドがないんでね、うん、ちょっとこう油断しているところもあって、うん。 ただまあこれまでもこのような場面で同じようなミスが、うん、このレフリーじゃないですけどね、はい、我々も課題として何回か取り上げたことがあこもしあるとしたら高木は触ってないかもしれなないい触ってないとしてもですね今度は一番後ろまあゴールライン上に立っているディフェンスがプレーできるところを、まあ、接触もしますしねあ相手競技者のプレーをの選手は高木 じゃなくてもほらカバーに入ってる石毛かな誰かがもうそれで入っちゃったみたいな気、うん、元のシュートで入っちゃったって思ってるかもしれない、うん、オフサイドアピールするより。ねはい、多分自分だったらそう思う自分の,あの,うあの監督やったら、はい、あ,あれでもう入っちゃったのオフサイドとかなんとかじゃなくてあれを防ごうとしたけど入っちゃったみたいな、うん、高木が だとかあんまり確実にわかんないんですかだからそういうふうに思ってたのかもしれないねエスパレッの選手は、ねはい、で高木もやっぱこれよく見てみるとそんなにひどくブロックしているようには見えないでしょうまくなんか自然にやってる感じだからこれ以上なんかもうこうやったり手を使ったりすると多分取られてるんですねそれであのあ反則だけどだからそこら辺が全部重なっててなるほど非常に難しい,難しい、ね、あの判定だなっていう感じです、はい まあなんかこう通常のまあポジション取りというかの中でというように見えますんでただ、いたポジションはオフサイトだったなるほどだけどそこら辺が非常に重なって難しいになったとそれを言うとそのコーナーキックとかは特にそのレフェリーの方は見るところが多いですれアシスタントアディスョナルレフェリーがいたらまたここら辺の見えたのかな。 情報は伝えられるというふうに思います。ただ、副審がそこに気づかないと考えませどっちかというアシアントレフルはこ,このファールかどうかを見るんで、うん、そこでボールが一人ヘディングでフィックしますよね。はい、あの選手のところは見ないんですよね。もうゴールだけ見てるんで、ここで誰がボールしてプレーしたかどうか見ないです。見ないです。もうゴールの前にいます。そこだけ見てるんだ、はい。だから副審はその時はもう、あの今度は分担を変えて他のところに。見る<ー>。見る ささあ続いてははここちちららのシーンです J2、えー、第24節山口対水戸のゲーム、えー、水戸の小島選手のこのスルーパスから始まって、これがまずオフサイドかどうかというところで旗は上がらなかった宮本選手、抜け出してキーパーをかわそうとしましたが、えー、キーパーの手がかかったというところで判定は、えーまあ、PK と、そしてカードはイエローカードが、えー、ゴールキーパーの吉満選手に提示されたと。 いうことになりますがさあ上川さん、はい、オフサイドに僕は見えちゃうんですけどまああの味方競技者がパスをした瞬間に明らかにオフサイドポジションに位置していますよねはい。ただその選手にボールが渡る前にディフェンスがボールにプレーをしていると、うんはい、これも確実にオフサイドポジションですねオフサイドポジションです確実にオフサイドポジションですはい。はい、じゃあなぜ旗を腹心の方が挙げなかったかというとこれですねそうです はい、これがもう意図的なプレーというふうに判断されて、うんはい、もう要は意図的にプレーしたということを考えれば、うん、要はこのボールはディフェンスから相手側の攻撃側の選手に渡ったというふうに考えなければいけない。はい、でこれあの上川さんの見解はいかがですかあ<の>いやこれはレフリーは正しい判断を。 レフリーチームとしてですけどね、はい、少しもちゃんと旗を上げずに、うんえー、意図的なプレーというふうに考えて、レフリーもそれを受け入れながら、最後、ペナルティーエリアの中の、うん、お反則も、まあ、キーパーはトリップをしてると、はい、ただ、ボールにプレーしようとしてトリップしているので、決定的な得点の機会の状況ですけども、はい、警告にだから要は、あのディフェンスは触らない方が良かったってことですか。 触らずにそのままダイレクトでオフサイドボディョンの競技者にボールを当たっていればそれはオフサイドの反則になるんですけども。あの反対。 よくね分かりやすい例でいうとクロスあるじゃないですか、はい、ゴール前に守ってるディエンダーがクロスを受けました、はい、で後ろにオフサイドポジションいるかどうか全く分からなくてなクロスが来たらヘディングしましたそ、うん、したら向こうに前に返そうと思ったんだけど後ろににに行ったたらオフサイドポジションいいる選手に行っちゃいましそういうのに関しては分かんないから後ろがこっちは一生懸命やろうと思ったけどやっていってそこはオフサイドポジションだけどそれはもう。 ゴールシュートされたらゴールですよってわかるけど、はい、これは目の前のこういうふうに絡んできたところにシェアのところに出てきてしかもギリ,、まあ、ギリギリっていうか結構それは微妙なラインのところでやった時に、うん、これをじゃあこうやった意図的にやったよねって言われると結構それやめろっていうのはプレーヤーはできないよねこれは。<laughs> で,きで,できないと思う俺う、ね、これこれやめればいいじゃんっていうのはこれは多分できないから、うん、そうなるとこれをあのもちろんルールはわかるけど、はい、その今言った僕が言ったようにこう。 見えないところで、じゃあこの前のケンみたいなのが全然いいじゃないですか。うんはい、ああいうのと、これは全然違うような気がしますけどね。うん、これはやめらんないね、ディフェンダーは、フェナルまでは。やろうとはするでしょうね。ねやろうとする、これは。ね、これをやめろって言ったら、多分、普段でもすぐやめちゃう癖がついたい。 だこの人だってギリギリのところにこうもらおうと思ってやっててでこれお二人と取られたら多分、うん、ああしょうがねえなって思ってるぐらいの感じでするけどそれはそれがなんかどうなんだろうそれは本当にもしそうだとそれは本当に現場の人たちともっともっとここ徹底した方がいいかもしれないねと思うけどこれはやめらんないねディフェンダーは増えなるまでは。あれこれ何年前でしたっっけそういうふういふに取るて23年前かな。 ねこういうふうにするってその時もちょっと違和感あったけど、ね、このシーンなんか見ちゃうとすごい違和感だよね。ねいやまだねこれは、うん、僕らのもう今のもう45年経つんで考え方とすれば意図的にプレーしてるっていうのは、はい、割とそっちの方向でレフェリーの考え方まとまってるんですけども、うん、じゃあ本当に近くで来て瞬間こう来たからもう足を一歩出してるとかね。こんん、うん、ここら辺ってこう 反応みたいなものがあるじゃないですか、はい、パッときたらパッと足を出すみたいなこれはまだ時間がある方なんだれこれは時間がある方ですもっと不意に当たっちゃった避けたら当たってそこに行っちゃったみたいなそ,そ,その線引きがすごい難しいんですよね,難し,ね難しいんですこれあのだから多分レフェリーの方の中ではすごい多分理解されてるプレーだと思うんですけど、はい、例えば選手であったりとか お客さんとかお客さんもそうだね監督もここまでちゃんと全部理解してないかもねだから議会のズレが結構もしかこれはあの下田監督とかクレームなかったですかこれ山口ですよねこれ意見交換をしてあのそういうもが来てるもんで、はい。じゃあちょっと今度次あるかどうかわかんないけどやるこういうシーンを これですよっていうのをちょっといくつかこう出してもらって、うん、ほらこれこれこれってでこのぐらいならこの意図的ってならないっていうのをちょっと出してもらった方がいいんじゃないの？はい、あのなんかこうこのシーンだけじゃなくていくつかそれに類似するようなシーンで、じゃ、うん、俺が言ったようなのも例えば出してもらったりやりましょう。ね<え>、うん、これもうちょっとではこれをやった方がい、ねはいと思う？さあ続いてはこちらのシーンです。さあこちらええー、第二十一節ですね。甲府対京都の。 ゲームですけれども右サイド、石満選手からクロスが上がってこれはあの甲府の湯ー選手が触って最後は京都の福岡選手がゴールを決めるというところなんですが副審はオフサイドのフラッグを上げるというところですけども最終的にはゴールが認められましたが上川さん、このシーンですけれども。ははいあの要はここで折り されたボールに対して、えー、シュート決めた選手はオフサイドポジションに。位置しているわけですよ、この瞬間に、はい、で、腹心、はい、からは。どの選手がこう最後触れたのかが分からなかったんです。はい、で、というのも、そのボールに触れた選手と腹心の間に、結構3。三四、うん、人選手が立ってるんですよね。はい、ここで間に。このですね、はい。はい、はい。で、どの選手からボールが出たのか、分からなかったので。うんえー、ただシュートを決めた選手はオフサイドポジションにいたと考えて、旗を上げました。はいうん で、えー、主審は今度はどのタイミングで旗を上げたのかを確認しに行ったんですよね、うんはい、もしかしたらここで蹴ったときにオフサイドポジションにいたのかもしれないななるほどなるほほどど。はい、ただ、石水選手がクロス上げたときには福岡選手はまだあのオフサイドポジションにはいなかったとあとはその14番の選手ですかね、はい、ここで 2, <ー> 2>, 2番の選手にもしかしたらプレーを妨害する可能性もあるわけですよね。なるほど。ええ だからどのタイミングで旗を上げたのということで主審は確認しに行ってで、はい、副審からいや跳ね返ってきたボールに対してですと、うん、あじゃあ違うディフェンスの選手からがプレーをしてるのでおっしゃるではないですよねということでいい協力関係というかただし,あのしっかり確認をしながら得点が認められたと。はい、これは原さんあの、はい レフェリーの方たちのいいコミュニケーション。あ、だからアシタントレフェリー、あれはやっぱり分かんなければ、当然上げなきゃいけないじゃないですか。誰が触ったか分かんないけど、で、西村主審は。それはディフェンダー、幸福の選手が触ったんで、っていう確認をしてね。はい。もう素晴らしい、あの連携だと思いますよ、これは。そうですね。やっぱり。西村さん、すごいやっぱ落ち着いてる。ますね。はい。本当に。まあ、見てるところもね、あの、一番見やすいところに。 だからああいう,こう落ち着いて対応していただけると選手もなんか納得というか、はい、ちゃんとこう2人でフェイス、はい、フェイスで話をして確認をして決めてくれてるので何もこう問題のないも,もちろん問題のないプレーですけど。でもあの 福岡選手はゴール決めましたけど一瞬オフサイドかみたいな感じになってますよね。じゃなってましたね。まあ、って思っちゃったんでしょうね。だけど、うん、あの違うって言われたんでそこらへんがまだ福岡選手でしたっけ若いから <laughs> せっかく取ったのにっていうの <laughs> あのまま行ってたら福岡選手もっとこう喜ぶセレブレーションがあったかもしれないのに、はい、止まっちゃいましたもんね。<laughs>